カスター軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口1万1793人で、軍庁所在地はブロークンボー。ネブラスカ州のナンバープレートでは、カスター軍の車両は最初の数字が4になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、カスター軍の車両登録数が週で4番目に多かったからである。 カスター軍は1877年に組織された。軍の名は、リトルビッグホーンの戦いで戦死した、ジョージアームストロングカスター陸軍中佐にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積6672平方キロメートルである。このうち6671平方キロメートルが陸地で、1平方キロメートルが海や、 湖などの水地域である。総面積のうち0.01%が水地域となっている。カスター軍はネブラスカ州で2番目に大きな軍で、ただ一つ、チェリー軍がカスター軍より大きい。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、カスター軍には11793人、4826世帯。 および3320家族が暮らしている。人口密度は2平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に5585件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.63%、黒人0.07%、先住民0.41%、アジア系0.15%、太平洋諸島系はおらず、 その他の人種0.20%及び本欠0.55%で0.92%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍民のうち37.3%がドイツ系、11.9%がイングランド系、10.6%がアイルランド系、8.9%がアメリカ系の移民の子孫である。 カスター郡に住む4826世帯のうち30.30% 30は18歳未満の子供と暮らしており、60.90%は夫婦で生活している。5.40%は未婚の女性が接待種であり、31.20%は家族以外の住人と同居している。28.90%は特許で、 全世帯の15.00%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.39人であり、家庭の場合は2.95人である。軍の住民は26.30%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が5.50%、25歳以上44歳以下が23.50%、 45歳以上64歳以下が23.70%よび65歳以上が21.10%となっている。平均年齢は41歳である。女性100人ごとに対して男性は96.10に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.70にいる。軍の世帯ごとの平均収入は六百七十七米ドルで、 家族ごとでは37,063ベードルである。男性の24,609ベ米ドルに対して、女性は19,732ベードルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は16,171ベードルである。総人口の12.40%、家族の9.10%は貧困線以下である。 18歳未満の子供の16.20%及び65歳以上の9.10%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。